ございます。気になることがあります。あ、なんかひげ剃ってない。そんなことじゃなくて、ね、ウィーンのね、オーストリアの、音楽大学の主席でね、卒業なさったギタリスト、クラシックギタリストの海所哲也さんという人ね、大阪府の河内、元河内の国の、八尾市出身、松井一郎さんが出身で、そこの和重のね、八尾かな、あの辺の河内の和重の武家、お武家、つまり、ブラクミたちを守ってた家系、だからすごい厳格な家系で、要するに、技能職でね、ブラクの用心棒の役割を果たして、用心棒かブラクの石像の役割を果たして、どういったらいいの領主っていう言い方、ちょっと変かな、ブラクに対して。要するに、魔獣の守り神みたいな家柄を対して言ってね。でだからすごい正義感強いし、うちの苦しみはね、うちは笑い飛ばすけど、ええ年やし、おばあやし、最初から若いし、真面目やし、苦しんでたらあかんねんって。で、まあ、見たらね、最新の動画、もうガリガリ痩せてるから、で、でっかい弦楽器弾いてる。それ痩せてたら、もうお腹ならんからね。普通、ギタリストもどうでしょうけど、お腹大きいのがギタリストと有利やからね、なるか。だって、あんだけ痩せて、まあ、だからその、修行はね、浄土真宗が多いけど、一気とかをした浄土真宗はね、一気を要するに先導した浄土真宗とかっていう、まあ、大塩八次郎はもう、一気の一種。浄土真宗、一向一揆の一種なんです、実は。まあ、大塩八次郎自身は浄土教、キリスト教会の人だったけど、ね、まあ、だから一向宗とキリスト教って結構の、浄土教を介して、本当は浄土真宗で浄土教を否定しようと思って、笑い飛ばす宗教なんだけど、法然のこと、親鸞が笑い飛ばしてああいうふうに、仏教を否定する仏教は仏教なりって、あ、そらそうやと分かってくださると思うけど、練習会話の、ああ、そうって、ね、分かる話ですけど、心配は、なしせんかしら、キリストみたいに、ブラックにね、踏み返せってね、なんとかしてほしいなって、誰か助けに行ってほしいなって、これをね、政府関係者がね、ご覧になったらね、最初この命作ってほしいよ。その心理で表現する芸術なんかな、ね。